この試合はグラウンド状態での遠目のキック攻撃が解禁されたディープ3ラウンドルールで執り行われます。ディープベルター級1ラウンド5分3ラウンドで争われます。グラウンド状態の相手への蹴りが認められているルールになります。こちらは前王者角村隆一郎です。そして大物を食おうとしている島田伊吹の一戦です。お互いにオーソドックススタイルになります。さてジョビンさん、はい、前王者角村隆一郎の登場、前回今日タイトル挑戦控えている鈴木に負けてしまって、はい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 、そして今回の一戦ですが、これ負けるとですね、はい、かなり厳しい立場になりますからね。そうですよね、ここ超重要な試合ですよね、なんかめちゃくちゃ練習で強いってよく聞くんですよね、はいはい、角村選手、多分それを試合でなかなか多分出せてないと思うんで、ちょっと話はありますけど、僕練習してたんで、はい、去年、角村選手は、はい、めちゃくちゃ強いですよ。ただそのそうですね、今ジョビンさんが言った通り、その試合では爆発しきれてないのかなっていうのがちょっとこう印象的になるんで、なるほど、だ爆発したら角村選手の方がっていうちょっと印象は僕的にはありますね、よく聞くんですよ、強いって、はい、ですからこの試合になった時にどうかというところでありますけれども、はい、まあ、なんといってもですね、ディープではこのウェルター級でチャンピオンになった男でもありますからね、そうですよね、強いに決まってるんで、もうそのチャンピオンになってるんで、ただこの島田がですね、前回非常にいい勝ち方をしまして、はいはいはい、勢い乗ってるんですよね、膝、そして右手を出していきます、はい、はい、左のローキック、島田選手いいですね、そして左のジャブ、カメラハンドスピードも速いですね、右、左、右、ちょっとバランスを崩している角浦、ここはボクシングの展開になっています。一発があります、この2人の階級ウェルター級です。角浦選手打ち合う必要ないと思うけどな、左く、右、島田選手は今勢いすごいありますね、入った、ちょっと顔が上に上がったね、島田、角村選手は打ち合う必要ないと思ってるんで、そうですよね、パンチからどんどんこう圧かけて刑事が追い込んでて、そうですね、タックル入っていく、いいテイクダウン、素晴らしい、今の素晴らしい、角村が目を取りました。元王者の意地、全チャンピオンの意地、さあここからですね、ジョビさん、はい、角浦としてはトップを取りましたが、どうしますかね、ここね、じっくりでいいんでパスしたいですよね、ここはまだ時間あるからそんな焦らなくていいと思いますね、はいはい、今パスガードを狙っていこうというところです、右足これ抜かしたいですね、島田選手はこれ左足相手の骨盤に足を置いてるんですけど、ここでストッパーかけられちゃってるんで、あーっと下から攻めてった島田、まだ大丈夫です、しかし解除されました、対応もうまいですね、今最後の勝負になってますが、足を今使っていこうというところです、島田下からの攻撃、下から三角で決めたりしてるんですよ、うまいんですよ、下から下から、ここは角浦選手はパスしたんで、とりあえず一回焦んなきゃいいと思います、今肩パンチです、肩パンチを放っていきます、角浦、ここはじっくりでいいと思いますね、じっくりと肩パンチを放っていこうというところの角村隆一郎です。島田の顔が動いています。島田選手もここは別にまだ焦んなくていいです、さあマウントを取ろうということになりますが、しかしよくハーフガード、お互い気は強いですね、めちゃくちゃ、そうですね、気持ちと気持ちを刃にしてぶつけ合ってるという形ですよね、このハーフガード、ハーフガードの展開なんで、角村選手の方が立ち位置はよくない、あ、めちゃくちゃいいですね、はい、角村としてはこのハーフガードの体勢になっていますが、上からのポジション、島田選手に関してはこれ角村選手が仕掛けに行くときの際ですね、際のときに一気に動くのが一番ベストです、ね、なるほど、今ここですね、ここで動きたかったですね、サイドポジションになりました。いやでもフィジカル強そうだな、角村選手や、抑え込むとかも、頭を大きく繰り返した島田、素晴らしい、大きく島田見事に対応、あ、これ入ってる、得意のリアネイキッドチョークだ、まだ大丈夫ですね、前回のこのリアネイキッドチョークで相手の首を刈り取りました島田由紀、いや際めちゃくちゃ強いですね、また入ったリアネイキッドチョーク、首元を捉えている、うまいなこれ、深く入ってますよ、さあここから右手が右手がクロスオークいったら危ない、リアネイキッドチョーク、まだ目は生きている、まだ粘れますね、上取れる、角村選手も取れますね、取りたいけど、強いな、ハーフガード、いやこれまたいい攻防、いやこれはジョビさん、はい、2人とも見事な攻防ですね、際がすごいですね、とりあえずもう、そしてまたリアネイキッドチョークに捉える、うまいな、かなりうまいんだ、これ気をつけた方がいいです、島田が何度もこの体勢に持ち込んでいます、角村選手はこれ背中マットにつけたいですね、それかもう正面向くか、下も潜りすぎてここから三角も多分狙えると思う、なるほど、しかし右からパンチが飛んできます、いや強いな島田選手、島田がバックを取って、そしておっと離れた、今度は上を取ったのは杉村隆一郎、パンド、2人とも立つのがすごい上手いですね、そうですね、ちゃんと MMA に対応できてる寝技っていうか、立つというかこうなんだろう、返すの、そう返すんです、はい、牙ですね、そうですね、牙が、うん、感覚で多分感覚なんですけど牙で返すので、またハーフガードを取ると上手いですね、ここからまたパスガードサイドポジションの形に取ろうというところでしょうか、角村隆一郎選手はここちょっとこう丁寧にいきたいですね、先牙で返されちゃったそこから2-4ザベリー、はい、牙のところで攻防に絶対なるから、
ハーフガードです。正直ハーフが一番返しづらいんですよ。そうですね、ハーフが一番強いんで、それ抜いてサイドとかマウントに行こうとする牙が一番危ないんですよ。なるほど、一番逃げる、だから杉村選手はここ一回胸上げてパウンドでパンチ打ってもいいと思いますね、ここに関しては。残り1分これでもいいと思う、うん、これでもいいと思います。まあ、あの隅村としてはやはりこの体勢をキープするのが安全かもしれませんね。そうですね、ハーフガードっていう体勢は一番ボディバランス、ね、バランスがいいポジションなので、ここで一回休憩してつけておくのも一つの手だと思います、あでもマウントか、あのマウント、ね、おマウントポジション取りましたね。ここ狙いに行くのかな、ここはパウンドを放っていこうというところでありますが、しかしやっぱりパスガードを狙ってくると島田が対応してきます。あ4の字、4の字が入ってます。4の字ロックですね、足は4の字ロックになっています。残り30なんでこのままキープでもいいんじゃないかな、左のパンチを放っていきます。返すのきついですよ、ここ4の字になってるんで、ここはちょっと返せないんで、島田選手はこう防ぎ切りたいですね。なるほど、さあ隅村雄一郎はこのパウンドを放って4の字ロックからバックを取っています。そして残り時間はまもなく10秒になろうとしています。隅村選手はもうこれでいいと思います、そしてリアネイキッドチョークを狙いません。ここは相手にプレッシャーをかけていきます。どんどん右のパンチを放っていく隅村、さらには鉄を放っていく。ここで第1ラウンドが終わりました。めちゃくちゃいい攻防、様々な攻防が見られましたね。これもまたお互い良さが前面に出ましたね。いやこのディープ2023年シーズン幕開けめっちゃいいナンバーシリーズ、すごいカードが揃ってますね。隅村選手は危ないところあったんですけど、よくあそこ切り抜けました。そうですね、バックの展開、島田選手はもう際のところがめちゃくちゃすごいいいイメージの印象があったんで、そしてあの何回もバックを取って島田はあのリアネキッドチョークを強かったね。あれはちょっと入ってましたね、あそこよくしグループしのいだなと思います、ね、グループをつけてなかったら結構決まった可能性もあった。際の部分のエスケープすごい上手いですね、ですからあの隅村がですね、あのサイドポジションに入ろうとしたりすると、まあ、やっぱりあのパスガードしようとすると必ずうまくポジションを取るんですよ ね、 島田が。この展開はちょっとこう、島田選手がもっとこう下に潜り込んでたらもう入っててもおかしくなかったですね、そこは隅村選手が背中もあったんですけど対応してました、ここは隅村選手はちょっと打撃が分が悪いように見えたんで、組みに行った方がいいと思うんですけどね。なるほど、スピードもスピードの差がちょっと出ちゃってるんで、うん、そうですね、ちょっと隅村選手は当たった的には打撃のスピードはそうですよね、島田の方が上回ってますよね、一発あるんでね、分かんないと思うんですけど、ちょっと分が悪いと思うな、打撃の展開から組みついて距離感潰してっていうのが一番いいと思いますね、さっきのテイクダウン素晴らしかったんで、あれをやればいいと思う。島田選手は1ラウンド目と一緒の感覚でスタンドでは攻めていいと思いますね。そうですね、さあまずは島田ローキックからパンチを放っていこうというところです。一方の杉村もお互い当たる距離にいますね、左のジャブから、巻いてから攻めに行きたいです、右から、組みついてきました、今ちょっと頭バッティングですね、頭当たっていましたね。今スタンドの攻防になります。やっぱりあの島田のハンドスピードの速さというのが光りますね。はい、やっぱお互い当たる距離にいるんですけど、杉村選手も島田選手もだけどこうハンドスピード速いとやっぱりこう島田選手が、先に当たっちゃうんで出血してますね、杉村眉間のあたりから今出血、杉村選手がねでも全然打撃戦にビビってないのがいいってことはあると思うんですけど、バッティングですね。そうですね、今のバッティングで出血が見られた、というところでしょうかね。今ドクターチェックを受けているところ、隅村隆一郎です。第9代のディープウェルター級前王者でもあります隅村隆一郎です。改めてご覧いただきましょう。この右を放ってからのバッティングです。右も惜しかったですけどね、今そうですね、ちょっとあと一歩踏み込めたら半歩というか、さあ試合再開です、第2ラウンド、またスタンドの攻防から始まりますが、左のハイキックを出していった島田、そして右のローキックを出していきますが、さあ打ち合いです、パンチの打ち合い、ナイスタックル、そしてシングルレッグに入っていく、隅村ドライブスルー、対応のまま一気に狙いたいですね、ここ止まっちゃうと島田選手も対応多分うまいと思うんで、これ下向いてるから膝もらっちゃう、膝ですね、なるほど、はい、左を差した形、そして外掛けからのテイクダウン、さあここからハーフガードの形をまた取りました隅村でありますが、ジョーさんどうしますかね、どうだろうな、際だからここはちょっとこう慎重にいきたいですね、隅村選手は、一気に勢いでいかない方がいいと思います、スタンドのテイクダウンではこう一気にいくのが大事ですけど、1ラウンド目際で持ってかれちゃってるんで、ここは慎重にいきたいところですね、頭をつけていきます隅村、一回つけていいと思いますけど、一回じっくり時間使って、とりあえずはこの時間を作るということですね、この体勢のまま、頭の位置がすごいいいポジションにいますね、隅村選手は、島田選手はここ離れてちょっと隙間を作ってエスケープしたいところですね、そして今右に回転しようというところの島田いぶきではありますが、しかしそうさせません隅村、
際の展開ってこう上が動かないと際にならないんで、はい、だから際作るには自分から動いてトライするしかないんで、島田選手は今自分からこうエスケープしに行くっていう動作が欲しいところです。なるほど、はい、ポジション的にも立ちづらそう。ここは立ちづらい、そうですね、今ケージ際の攻防になっています。すごい立ちづらそう、壁寄りかかる動作を起こしてもいいと思いますけどね、島田選手はここで動いて頭相手の脇の下、はい、頭の位置が壁の方にあるのでなかなか壁の方に行きづらいと思う。なるほど、今ちょっと足使って壁の方に足出しましたけど、壁使うのが一番ベストかなと思います。なるほど、はい、隅村のまた返り血を浴びている島田いぶき、下のポジションです。ハーフガードポジションの体勢を作って隅村としては細かくパンチを当てていこうというところです。いいポジションですね、ハーフガードめちゃくちゃいいです。これ島田選手はこれめちゃくちゃ嫌なんで、むしろこうサイドポジション取られた方が島田選手が動きやすいんですよ。だから自分から、そうですね、自分から動いて今返そうとしていますが、これはどうでしょうか。バックを取ったのは隅村、止まらない方がいいですね。だったらこう前転してエスケープしちゃった方がいいですね、はい、中途半端な位置にいると状況良くないんで、そして隅村は動き始めた島田に対しては対応してまた後ろを取っていこうというところでありますが、さあここから右手でパウンド打ってもいいと思います、ね、今の青木真也セコンドについてますけれども、殴れという指示が出てますね。そうですね、右手で殴っていいと思います、ここは。右手で殴っても多分なかなか立てないはずです。立てないですね。そしてあの青木真也が今抑えろという話をしてます、はい、これ刑事側に抑えろというところですね。壁際に押し込みたいところですね、おっと膝、膝しかし倒していきました。隅村強いな、島田選手際で動きたいな、結構突き抜けちゃないかな。今日の一戦負けるわけにはいかない隅村、タイミングで動きたいところですね。さあ今度はガードポジションです。オープンガード、もう一回パスしたいですけど、ちょっと防戦一本になっちゃってますね、島田選手、はい、もうちょっと自分からアクションしないとちょっとこう厳しいかなと思います。隅村選手的には残り2分ぐらいなんで、だからこのままでいいと思います。打ち取りながら、打ち取りながら首相撲と一緒です。そしてまた今クロストガードになっていますが、パウンドを放っていこうという、鉄柱を放っていこうという隅村。島田選手はこれあれですね、対面しちゃってるんで、ちょっとこう角度を作って動くっていう動作が欲しいんですけど、隅村選手が今頭首元に置いてるんで、この頭の位置をずらしたいところですね、島田選手は。右のパンチを放っていきました隅村隆一郎です。きついなこれ、島田選手、頭の位置ずらして角度作りたいところ、まだハーフガードの形取れますね、これね。さっきと一緒の展開ですね、隅村選手は。さっきまでこれが一番きついですけど、返すの、あのハーフが一番。なるほど、となりますとやっぱりこの時間をいかに長くするかというところ、隅村選手ですね。僕はセコンドだったら隅村さんはこのままでいいですけど、このまま削れてるはずだ。島田選手はちょっと無理でも立ちに行きたいところかなっていうイメージですね、はい、さあそしてまた動いていこうという島田勇気でありますが、それを阻んでいる隅村、頭の位置が。このポジション取りの攻防なんですが、隅村が制しています。右のパンチを放っていく。多分島田選手はこれバック取られてもいいと思ってるんですよ、はい、だけどこう隅村選手がこう行くに行かない状況を作ってるんで、だからすごい嫌な展開状況になっちゃってますね。そしてまたこう亀の状態になりますと、後ろから隅村がつきますからね、はい、島田選手はこう際がすごい印象、強い印象があるんで、はい、際の展開に持ってきたいんですけど、隅村選手が行くに行かない状況、それはあの散々の先ほどの第1ラウンドで分かりましたので、おそらくですね、あ、行かないですね、行かないんですよね。ジョビンさんが言った通り、僕もセコンドだったらこのままつけて、15秒ぐらいもう終わりにしちゃう。なるほど、いや、うまいですね、この作戦に関して。バックを取っています。ここは島田の動きをとにかく封じていこうというところですね、うん、右のパンチを放っていく隅村、さすがはベテラン。正面抜いて、ここちょっと離れた、飛び出た。島田が4回したところでありましたが、今ここで第2ラウンドが終わりました。ジョミさん、第2ラウンドはいかがですか。いや、強いですね、隅村選手、でなおさら3ラウンドは投げ切り付き合わなくていいと思うんですけ、ね、ど、ギャンブルする必要全くないと思うん で、組んで上取ったらやっぱ杉村さんのラウンドになっちゃうんで、それでいいと思うんですけど、3ラウンド目は、はい、そして武田選手、はい、武田選手の目からご覧になって第2ラウンドいかがですか。いやもう杉村選手がこう、まあ、何度も言いますけど行くに行かない、はい、あえて行かないっていう状況なんですけど、それってこうやられてる側が一番嫌なんですよ、相手が動いてる時にやっぱりこう際が生まれるものであって、はい、動かれないとやっぱり自分から状況を作るしかないんで、だから杉村選手がちょっと一枚上手だったかなっていう印象があります、ね、杉村がもう徹底して際を作らないんですね。そうですね、その状況チャンスを作らせないっていうのはすごい、いい作戦だと思います、ね、さあこの2ラウンドを通した戦いの中で島田はどういった3ラウンド目のスタートを見せるでしょうか。もうインファイトで打ち合うか、それかミドルレンジの状況で打ち合う、ハンドスピードがすごい速いイメージがあるそうですね。まあ、とにかく杉村選手がそこでこう多分組みに行っちゃうと思うんで、はい、そこの組むか組まれるかの状況で先に当てたいところですね。なるほど、選手、はい、まあ、あのスタンドの攻防になりますと島田の方が分があるということですね。分があると思います、第3ラウンドになりました。最終ラウンドを迎えています。印象的にはちょっと島田選手はちょっと悪い状況になっちゃってるんで、ここでちょっと行きたいですね、3ラウンド目は。
まあ、むしろここでしかチャンスは生まれないかもしれませんから、生まれないんで、テイクダウン絶対されたくないですよね、次されたらかなりまずいですよ、はい、ですからスタンドの攻防の中で右を出していきました、右のパンチを出していきました島田、おっとタックル入ろうというところですか、ここは警戒していました島田、逆にこれテイクダウン狙いに行けるチャンスの展開な、なるほど、左を刺している左を放っていく壁際の攻防ですね、遠くなら離れますけど島田選手が、さあ組の勝負になっていくが足を入れたくない、あーダメだな、お外刈りになりました、ここで倒していったのは隅村隆一郎の方です、今の際のところで動きたかったですけど動かせなかったです、ね、そうですね、倒れ際が、ね、はい、すごいチャンスなんですよ、倒れ際すごい作らせなかったんで、そしてクロストガードの形になりましたが、ここからまたあの隅村がまたハーフガードの形作るのかどうかというところですね、はいはいはい、これ足これクロスしない方がいいと思いますね、島田選手は、おというのは今足バッテン作って相手の腰のところに足作ってたんですけど、このままだとこう、あの動けないんで、島田選手、はい、これじゃ立てないんですよ、ね、はい、逆に自分が動けなくなるということですね、むしろこの足を内側に入れて、やはりハーフガードの形を取っていこうとしています、はい、隅村、でも左足が今いい位置にあるんで、このままブリッジしたいところですけ ど、はい、隅村選手がこれ右に重心かけてるん で、さっきも言いました頭の位置、頭の位置がめちゃくちゃいいポジショニングにあるんで、このままだと動けないんで、頭の位置まずずらしてっていう動作をしたいですね、島田選手は、まだそうですね、あの完全なハーフガードの形にはなってませんね、むしろハーフにさせちゃってもいいと思います、この展開だったら右手、今島田選手右手あるんですけど、はい、相手の顔元にこれ脇差しに行きたいですね、なるほど、脇差してこれでこう四つん這いの展開になる展開があるんですけど、そこに行きたいけど行かせないっていうのが隅村選手のいいところですね、さあこのハーフガードの形から今度は隅村としてはどういった時間の使い方をしてくるか、2シールドしてるんですけど2シールドしきれてないからここで動きたい、そうですね、ここ立ちたいけど島田選手、ここ立ちたいところ、ちょっとやはりあのジョミンさん、はい、島田が立つタイミングありませんね、そうちょっと消耗してきてる感じもしますよね、あと隅村選手がやっぱあんま勝負しないんで、そうですね、立つタイミングは今のところ2個くらいあるんですよ、なるほど、だけどこう、立つタイミングにさせない、行かせないっていう、はい、で消耗戦、今ジョミンさんが消耗戦になっちゃってるんで、はい、そこでこう行くに行かない、行けなかったっていうのが島田選手ですね、多分三角締め狙ってると思うんですけど、はい、相手をこう今クロスガード作ってるんで、だけども立ちに行くっていうのが一番ですね、そうですね、僕もそう思いました、なるほど、はい、今はもう三角ちょっと厳しいと思う、もうとにかくあの立つこと、立つのがもう一番、立たなきゃいけない、はいはい、島田としてはこの戦況を打開するためには立つしかないという状況、さあそしてまた隅村としてはハーフガードの形を作るでしょうか、パスさせるさせないとかじゃなくて、まあ、やっぱ際を作りたいんで、はい、島田選手は、このクロスガードを作るには1個パスさせて、そこから動きに行くっていうのも作戦の勝負だと思います、ね、なるほど、まだ時間は2分10秒あります、なんとかしたいけど、そうですね、この左足も相手の骨盤のところに置いてるんで、そうですね、そこでこう距離を作って、そうですね、骨盤蹴って距離取りたいんですけど、はい、隙間だけど作らせないのが杉村選手ですね、なるほど、まあまあパスにも行かなくなりましたね、もうとりあえず でもこれでいいと思うんですよ、はい、正直、ね、杉村選手側だったら、もうこの状態これで問題ないです、チャンスがあったら行くぐらいで、もう一番立ちづらい、トップキープしてますよねずっとね、はい、ここは立ちづらいポジションのちょっと動きたいですね、こう無理にでも、はい、無理でも動いていいと思うんで、島田選手は、さあそして今動こうとした杉村でありますが、まだガードポジションです、そして右足をかけていった、今立ちたい、蹴り上げていった、島田よく立った、しかしここでも、また立ち上がりました、突き合わない方がいいと思うんですよ、島田選手は、これ胸と胸が合っちゃうと杉村選手が有利なんで、なるほど、足掛けて、おここは左を差している、深く差している、ここは左を差す必要ないと思います、なるほど、足を取ってテイクダウンです、島田の方が倒しました、だけどこうグラップリングにこだわる必要ないと思って、ね、スタンドで立っちゃって離れてもいいと思います、ね、もうここでも立っちゃっていいと、はい、僕はそう思うんですけどね、隅村選手だったらこのまま多分こう、もう密着したいんですよ、ね、チョークは結構武器なんでちょっとこれは分からんと思うけど、必殺のミラクル君のチョークに捉えるでしょうか、島田決まって、そうですね、ここだったらもうカウント打ちたいですね、ここから立ち上がった島田いぶき、隅村選手はここ妥協せずにちゃんと上取りたいですけどね、そしてパウンド落としていく島田、ちょっと良くないと思うな、ちょっと消耗戦になってますね、お互いきついところ、またパウンドポジション、マウントポジション、肩固め、肩固め入りますかね、すね、ここはもう密着しとくのが隅村選手で、いいところですね、わざわざ無理に立ちに行こうとしなくて、確かに確かに、距離を作って上半身を作ってパウンドを出せるとちょっと島田選手嬉しいかなと思います、そして今度はバックの体勢になりました島田、おっと前に、はい、これはいい、これはポジションに変えた、今度はトップを取ったのは隅村隆一郎の方です、ここはもう隅村選手はもうここでいいと思います、頭の位置もすごいジャストです、ね、固めていいと思う、このまんま相手の体に密着させてというところでしょうか、蹴り上げやばい、蹴り上げやばいですよ、蹴り上げに対してペダラーダに対してはここはペダラーダ、あるいは踏みつけをやっていく、立ち上がった左ック大左打ち合いましていきました、試合終了です、いい試合、
いや消耗戦ですね。もう、うん、いや倒れて大の字になった島田伊吹です。体力を使いました。改めてジョニーさん、はい、いかがですか。いや噂通りの強さが見えましたけどね、先生、強い、全局面で、そして強さと、はい、うまさがありましたね。そうですね、まあ、セコンドの、ね、いい指示とかもあったと思うんですけど、はい、すごい冷静に戦えてましたよね、島田選手も良かったですけどね、良かったですけど、だからあの島田がこうすれば強くなるだろうなというところを隅村も熟知していて、武田選手、はいはい、際を作らなかったりとかね、そう何度も言いますけど、その際を作らないっていうのがこの試合今すごい行きましたね、隅村選手は、はい、だからその行かないのって別にダメなことじゃないんですよ、だからちゃんとその行く行かないっていう状況判断をやっぱりセコンドも青木さんとかがやられてると思うので、うん、はい、だからそこをしっかりこう作戦を忠実に遂行したのかなっていうイメージがあります。そしてあの自分の優位なポジションを取ってそれをキープしたということですよね、はい、さあそれでは判定です。29対28、赤隅村、まずは隅村、ジャッジ柴田、28対28、マスト判定により青島田、お島田にも入りました、マスト判定です。ジャッジ橋本、29対28、赤隅村、以上2対1を持って2対1スプリットテッション、優位なポジションを取り続けた隅村隆一郎が島田伊吹を破りました。下克上は許しませんでした。全ウェルター級王者隅村隆一郎です。いやでもスタンドの展開、島田選手も惜しいところありましたね、1ラウンド目はすごいこういいところがあったんですけど、はい、だけど隅村選手がその2ラウンド目、その後2ラウンド目にそれをさせないようにこう作戦変えたんだと思ってるので、はい、島田選手もこういいところはあったけれども、そのいいところをちゃんと潰し切ったのかなというイメージがあります、ね、まあ、あの1ラウンド目を受けて2ラウンド目動きがジョビンさん徹底してましたよね、隅村は ね、 ね、あコーチです、僕ですか、間違えます武田浩二選手とそしてこのキックボクシングの浩二選手がいますが、まあ、先週ですね、成り上がりという自身の大会の立ち上げ大会、あの旗揚げ大会がありまして、そこでは CEO を務めています、そしてチーム1ですからね、あの隅村隆一郎、そして浩二、さらには青木真也がですね、この練習環境の中でいるんですが、あそうですね、素晴らしい練習環境ですよね、はい、手のあたりから出血が見られます、この隅村隆一郎です。まあ、ここから先ですね、一つ再起を果たしましたので、はい、ジョミさん、隅村隆一郎がこれからトップ戦線にまたね、どう戻るか、フィジカル本当強いんで、もうね、ここから楽しみですけどね、そうですね、はい、今日の戦い方したらなかなか勝てるやついないと思うんですよ、隅村選手に。なるほど、やっぱりこのベテランならベテランならではの戦い方っていうのもあるんですね。そうですよね、現在このベルター級戦線チャンピオンは阿部大地です。その阿部大地をトップにヒエラルキーが出来上がっています。その中でこの隅村隆一郎が再びトップ戦線に食い込んでいくことはできるんでしょうか。マイクを取りました。再起を果たした隅村隆一郎です。すいません、しょうもない試合して、とりあえず勝ちたかったんです、はい、ただそれだけです、はい、次試合する北岡さんも自分と一緒の気持ちだと思うので、皆さん、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。見事勝利を、昨日の前日計量で勝ちたい、勝ちますと、とにかく勝つという言葉をですね、2つ繰り返した隅村隆一郎だったんですが、その思いがあふれた武田選手試合でしたね。しょうもないというか、面白すぎましたね、僕から出してみたら、全然しょうもなくないですよね、全然しょうもない、めっちゃ面白かったね、はい、本当に技術、テクニックが光った試合ではありましたからね、全、はい、ベルター級王者であるこの隅村隆一郎が再びトップ戦線に返り咲き、その日をファンは待っています。